英福寺は、大阪府南河内郡大使町大使にある、大使州の本山の寺院。聖徳大使の墓所とされる、英福寺北古墳があることで知られる。三号は、磯町ん。本尊は、如意林、観音。会期は、聖徳大使、または、水戸天皇とも、聖武天皇とも言われる。聖徳大使根流三大使の一つで、野中寺の、 中野大使、大政将軍時の、下の大使に対して、上の大使と呼ばれている。また、大阪緑の百戦に選定されている。この寺にある、永福寺北古墳には、聖徳大使、大使の母、穴ハシ橋人王女、大使の日、全部悟り木お城女が埋葬されているとされ、三骨水治病と呼ばれる。永福寺の所在する、磯町は、蘇我氏ゆかりの地であり、 聖徳太子の父と母は共に、賀氏の血を引いているが、この古墳の被葬者を、聖徳太子とすることについては、異説もある。なお、永福寺近辺には、美達天皇、陽明天皇、水庫天皇、光徳天皇の御捧木もある。自伝によれば、聖徳太子は、生前、水庫天皇28年にこの地を墓所と定めたという。水庫天皇29年。 穴ほべ発祥等王女が没するとここに葬られる。翌年の水戸天皇三十年には、相次いで没した、聖徳太子と日の全部悟り清白王女が、追葬されたと言われる。太子の没後、おばにあたる水戸天皇が、土地建物を寄進し、墓りの住む道を建てたのが、永福寺の始まりとされている。約一世紀後の神気元年、聖武天皇の発願で、当院。 祭院の二つの伽羅を整備し、祭院を永福寺と称したというが、このことは生死には見えず、史実かどうか定かではない。永福寺の創建年代については、諸説あり、実際の創建は平安時代以降に下るとする見方もある。石川寺、大使寺、五病寺とも称された。永福寺は、聖徳太子ゆかりの寺として、歴代の天皇や、 権力者におもんぜられた。平安時代には、佐賀天皇を、はじめ多くの天皇が参拝しており、平の清盛は、子息の平の重盛に命じて、同等の修理をさせている。また、聖徳太子は、仏教の交流に尽力したため、日本仏教の開祖として産業された。空海、良人、新蘭、日蓮、一辺など新仏教の開祖となった僧たちが、 墓所がある。この寺に参浪したことが知られており、法隆寺や四天皇寺と並ぶ大使信仰の中核であった。当時は天正二年の織田信長による陛下で大きな被害を受け、古代の建物は残っていない。その後、御用税天皇の直眼により、豊臣秀頼が伽藍を復興し、慶長八年に精霊殿が再建されるなどし、慶長年間に再興されている。 境内の南側には、元タッチューの正方院がある。英福寺北古墳英福寺が、聖徳大使疎長廟として祭り、聖徳大子らの墓所とされる英福寺北古墳は、宮内町により、皇族の領母に指定されている。1889年、学術調査がなされた。聖徳大子の墓所とするのは、後世の家宅だとする説もある。 古墳は、約直径55メートルの円墳で、横穴式石室を持ち、内部には3基の棺が安置されているという。中央の石棺に、穴ほべ橋人王女が葬られ、東と西の間室棺には東に、聖徳太子、西に、全部悟り木吉郎女が葬られているとされる。江戸時代までは参拝のために、石室内に入れたというが、明治になり、 入場が規制され、1889年の修復調査が実施された際に、横穴入り口をコンクリートで埋めてしまったため、中を調査することは困難である。また調査の際に棺は確認できたが、意外は風化して残っていなかったとされている。紛糾周囲の結界石紛糾の周囲は、結界石と呼ばれる石の列によって二重に囲まれている。2002年に、 結界石の保存のため、宮内庁所領部によって整備され、紛糾す部が3カ所発掘された。同年11月14日、考古学、歴史学の学会代表らに調査状況が初めて公開された。紛糾の直径が55メートルを下回る可能性が指摘されている。樹木が生い茂った5秒内には松や笹が生えない鳥ガスを作らない。 大雨が降っても五秒の土が崩れない。五秒を取り巻く、結界石は何度数えても数が合わない。目の石に、大使のご気分が掘られたものが、大使の予言通りに死後四百三十年後の天行二年に発見された。五秒も西にある楠の木は、母校を早々した時に、大使自らが担いだ棺の長屋を刺したものが目を吹き、茂った。六年。 法隆寺の安人大徳が五秒内を拝見したとき、大使の着衣は朽ちていたが、その以外は生きているように温かく柔らかだった。1998年に、高麗仏画、洋流観音像を含む仏画32点が盗まれた。2004年10月に、ソウルで、韓国人窃盗団が逮捕され、2005年1月には、懲役判決を受けた。韓国では、日本にある、 高来仏画は文禄、慶長の役や日本統治時代に略奪されたと認識する人もおり、窃盗団は、神が日本が略奪した我が国の文化財を取り戻せと言ったと主張したが、盗品をすぐ売却して金に変えており、金銭目的の犯行だと判明している。洋流観音像は韓国に持ち込まれたと言われているが、行方不明である。南大門の南側には、 聖徳太子の三人の乳母を祀る日本最初の天寺とされる聖方院がある。また、聖徳病と南大門の延長線上の南側にある南、林寺は永福寺の四季行動であったと言われている。ありがとうございます。